打倒曹操を掲げる秋見ろです。はい、今回から遊んでいくゲームは三国志11パワーアップキットスチーム版になります。こちらは2回目のプレイになりますね。はい、なんか久しぶりだなさっきも言ったんですけどね、僕人生でまだこの三国志11 2回目なんで、まだそんなに慣れてないんですけど、今回もね楽しんで遊んでいければいいなと考えてます。ただ今回のパート0は本編を開始していくのではなく、いつものようにオリジナル部署を作成していきます。ということで早速作っていきましょう。オプションだったっけな、ですね。で、新部署の登録、こちらになります。すでに作成されている部署は前回遊んだシリーズの時に作った部署ですね。前回のシリーズでは作る部署が5名いたので自動作成を使ってみたんですけど、今回は秋見ろ1名しか作らないので手動で作成してみようと思います。うん、手動だと結構細かく設定できますね。能力設定と基本設定、そうですね、まあここら辺一つ一つちょっと決めていきたいと思います。ただ名前の方はねもう決まっているので早速先に入力しちゃいます。はい、生命あざな、あと読み方入力終わりました。秋見ろ、そしてあざながアロです。まあ秋見ろのアで変換して出てきた字とロで変換して出てきた字、この2つをくっつけました。で、ここからはいつもお世話になっているこちら抽選号、こちらを使って決めていきます。まず性別からいきましょうか。性別1が男、2が女性です。で、ちょっと抽選王にカーソル合わせてる間 BGM 消えちゃうんですけど、そこはご了承ください。では早速いきまーす。どどーん、1番男です。ということで変更なしです。では顔モデルですね。うん、すごい数がありそうですね。はい、男性の顔モデルは4ページ目の途中までありました。全部で100でしたね。なので抽選を1から100で設定していきます。で、もし過去に使っちゃってる顔を選ばれた場合は抽選し直します。では1から100でいきます。ドドン、90番、だいぶ後半ですね。はい、90番はこちらの顔です。なんとも言えない顔だな至って平凡まあ秋見ろらしいっちゃ秋見ろらしいですけど。で、モデル、そうか、顔とは別にこの武漢男とかいろいろありましたね。女性バージョンもあるんですよね。これは男性に絞ってランダムに決めたいと思います。はい、性別男順にして数えた結果、数え間違いがなければ30でした。ということで再び抽選を使って決めていきましょう。1から30何番になるか、ドドン、9番です。9番はこの文官男白1ですね。これになります。うん、まあまあ顔と合ってるんじゃないでしょうか。まあ服がね赤だったらぴったりだった気がしますけど、この普段着は赤、絶戦の最中、いや仕事の最中は白みたいなそんな感じでしょうか。で、青年に関してはこちら決めております。今回は207年3個の例から始めるつもりなので、ちょっと18歳で始まるように若くしておきます。で、寿命なんですけど、こちらは最低30年で最高が99年だったと思うので、ここランダムに決めていきます。やっぱ最低が30ですね。では再び抽選王の出番です。最低値30から99にして寿命を決めます。ドドン、78年。いやー、よかったよかった。78年あれば大丈夫だと思います。結構こういう時ね、33年とか来て、やべーってなることあるんで、没年267年なら大丈夫だと思います。で、父親、母親、配偶者は放置して、相性だけ決めていきたいと思います。とはいえ、武将の数がめちゃめちゃいるんで、同じ生年の190年の中から選択したいと思います。190年の武将は結構いますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14人もいますね。ではこの中から決定していきましょう。
再び抽選王の出番です。最小値を1、最大値を14にして誰と仲良くなれるか。7番です。7番は主教さんですね。主教さん、まあ尖って強いわけではないんですけど、70代が結構多いんで普通に使える武将だとは思うんで、嬉しいっちゃ嬉しいですね。主教さん仲良くしようぜ。しかも確か主教さんって5軍でしたっけ。いやでも自信ないな。なんとなくね、赤い服着てるから、うん、合ってるかなと思ったんですけど5軍じゃないかもしれない。では次、性格ですね。性格は1から4ありますね。再び抽選をよろしくお願いします。1から4、どどーん、3番です。3番は豪胆ですね。うん、性格は昇進があってそうな感じがするけど豪胆になりました。次は音声ですね。音声はちょっと聞いてみましょうか。このままではかかれ、どれが合うんだろうまあとりあえず同じく1から4でやってみましょう。では再び抽選をお願いします。どどん、2番です。2番は冷静ですね。かかれ、豪胆だけど冷静このギャップがいいかもしれません。では次は口調ですね。口調は1から10ありますね。では最小値1で最大値10にして決めてみましょう。ドドン、4番です。4番は尊大ですね。で、官室、これは3つ、無視普通重視ですね。では1から3に変更して、ドドン、1番。1番は無視ですね。官室を無視しちゃうのかい、秋美郎。まあ仕方ない。夢は1から10ですね。再び抽選を使っていきましょう。1から10。何番になるか、ドドン、8番です。8番は出世ですね。夢、出世することです。私、お金が欲しいんですみたいな。で、義兄弟、親愛武将、剣王武将、義兄弟はちょっとやめておきましょうか。親愛武将は、同じく青年190年の中から選びたいと思います。で、確か親愛剣王武将両方ともなんですけど、最大5人だったんで、まず何人親愛武将を作るかっていう、そこから抽選王で決めていきたいと思います。では、抽選を0から5にして決定します。一人もいない場合もあり得ます。いきます。どどー、はい、フラグになったー。悲しいかな、親愛武将は0人です。では、続いて、剣王武将に行きたいと思います。剣王武将も同じく0から5で決めます。では、行きます。どどー、一人剣王武将ありです。いやー、全く嬉しくないですね。剣王武将はいないに越したことないんで。では、再び、この190年の中から選んでいきたいと思います。1から14ですね。さあ、誰になるか。どどーん、13番。13番、猛勇ですね。これは、南蛮の一族と相性悪くなったりするのかな。いや、相性と剣王武将はまだ別だった気がするな。決定。とりあえず、猛勇さんを剣をしております。では、これで基本設定は終わったので、次、能力設定に行きたいと思います。むしろ、これが超重要ですね。特に、この、基準能力。今、オール50とね、ど真ん中に設定されてますが、一体、いくつになるんでしょうか。マックスがいくつだったかな？マックス100ですね。では、抽選王を使い、1から100。これで行きます。振り幅がすごいんでね、一桁来た時結構これ泣けるんですよね。しかもこういうこと言ってるとよく来るんだよな。ではまず統率からいきます。一体いくつの数字になるか。どどーん、38。弱っ、マジかー、泣いちゃうよー38。武力を信じるんだ。では次、武力いきます。どどーん、95。きたー。でもなー、統率低いけど武力高いキャラって使いにくいんだよな。まあ贅沢だな。オッケーオッケー。依頼よりはいい。では次、知力いきます。知力は、どどーん、63です。まあまあですね。悪いわけじゃないです。63あれば。
63決定。で次が政治ですね。では政治いきます。どどーん 4! まさかの一桁きたー。一桁はなー、来てほしくなかったなー。もう内政面では役に立たない。もう脳筋だ脳筋。まあ若干知力あるけど。で最後に魅力ですね。では魅力いきまーす。どどーん 17! 秋広魅力でー。悲しい、本当に脳筋な野郎になっちゃった。まあまあそれでもね、一騎打ちが発生してくれたら活躍できるとそう信じよう。では次成長期ですね。成長期は1から4。では最大値を4に変更していきます。どどーん3番。3番は普通ですね。可もなく不可もなく。能力持続、長い短い、これは1と2ですね。では最大値を2に変え、どうだ2番。嫌な方来た。2番は短いなんですよ。1番が良かった。やべえ、アキビロマジで空気溶かすかもしれない。ただいるだけみたいな。で兵種適正、こちら決めていきましょう。うん、結構数が多いんで、これはもうチャチャチャってやっていきましょうか。抽選を一回一回隠さず、もう出しっぱなしでいきたいと思います。では、1から4だったかな?ですね。SABC なんで、やっていきましょう。まずは槍兵、ドドーン !2番 !A です!で次が撃兵ですね。何番になるか、ドドーン !4 番 !C! くっ!土兵!どうだ?ドドン !2 番 !A! S が来ない!次、騎兵!騎兵来い!ドドン !1 番来たー!騎兵 S です!よかった!1個 S 来て!次は兵器です!ドドン !1 番兵器も S です!で、最後に水軍!ドドン !2 番 !A です!激兵だけ C ですけど、他は AASSA で悪くないですね。いや、いいよいいよ、全然いい。で、最後が特技ですね。こちらは一つしかつけられないと思うので、ちょっと数数えてみます。数え間違いがなければ90個ありました。なので、抽選を1から90で決定します。何番が来るか、ドドーン !84 番です。84番は数え間違い、84番は新越ですね。災害、所属都市の領内で異民族、三越の根城が出現しない。これは地味にありがたい能力だな。はい。ということで、能力は決定しました。そして、11はね、列伝が設定できるんで、いつも通り僕がね、パッと思いついたものを書いていきたいと思います。はい。列伝作りました。出世欲が強い男。曹操の下で出世するのではなく、曹操を倒して世に名を轟かせたいと劉備の配下になる。劉備に深夜から北上して曹操と真っ向から戦うことを提案するというただの脳筋野郎にしました。一応ね、設定上出世欲が強いっていうのもあり、武力もね95と高いので、もう単純野郎。慶南に逃げて力を蓄えるとかじゃなくて、もう曹操と真っ向から戦いましょうよっていう、そんな感じのキャラに仕立て上げました。ということで、これにて秋広の完成でーす。秋広2人目ですね。では次回パート1では、今作った秋広を劉備軍に配置し、その上で曹操軍とバトルを開始していきたいと思います。まあ細かい設定条件はパート1で説明させていただくので、今回はこれで終了とさせていただきます。この動画面白かったなと思ったら高評価ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録していただけると次の動画を作る励みになるので、まだ登録されていない方はぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。深夜劉備ドッキドキ。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。